さあ、始まりました。ブリトッチャンネル。ハロー。サスケです。アコギング。本日はメイン動画、2本投稿になります。おーい。そのまず1本、こちらの動画はですね、お知らせ動画になりまーす。もう1本はですね、いつも通常の動画なので19時に上がるんですけども、はい、なぜこの動画を上げるか、わかりますか、うん、ちょっとわかんないです。なんでわかんないですか。さっきまで打ち合わせしてたじゃないですか。それを言ったら知ってる。では、発表させてください。はい。本日の動画なんですけども、もうすぐチャンネル登録90万人目前です。なので、90万人の特別企画、うん、久しぶりに質問コーナーをやりたいと思います。うわー、よっ、それ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 知ってたろ。知ってました。今まで私たち3回質問コーナーをやってきたの覚えてますか。覚えてますよ。面白い。メイン動画で2回、サブチャンネル1回、はい、計3回やってます。久しくやってないですよ。サブチャンネル登録ってどんぐらい前。わからない。年明けてからはやってないね。でも50万からその辺近辺だと思う。この年明けるか明けないぐらいのかもしんないね。相当前な、記憶ないぐらいだもんね。でメインでは2回ほど結構前にやってんだよね。そう、めちゃくちゃ前。それも載せとくんでぜひ見てください。というわけで久々にやるんですけど、この前の全国ツアーで生質問コーナーっていうのをやったわけで、はい、じゃあ結構挙手をねしてくれた方々がいて、皆さんにね、うん、当てきらない、ね、そう、時間のね関係上多分質問自体は10個ぐらいかな、うん、今回ねこれいい機会だと思って久々に90万人になってからですね、やりたいと思います。おーい。質問コーナーの内容なんですけど、やっぱりね90万人ということで最近ねたくさんのねコメントをいただいてるわけ。一つ一つの動画にコメントいっぱいね。そうなんで、だからこだわってやるっていうよりはたくさんの質問に答えようと思ってきっちり100個の質問に答えたいと思います。おお。でこちらの動画にその質問の内容を皆さん書き込んでください、コメント欄に。で締め切り日なんですけれども、今現在のチャンネル登録が、89万ちょっとなので90万人になった瞬間に締め切ります。あらやだ。それがちょっと何日後とかはわからないんですね。まだ未来の話なんで。もしね、もしですよ、はい、この動画が上がったその日の夜、うん、90万人いっちゃうかもしれないってことですよね。そう、この動画があった1分後にいっちゃったらもう1分間しか締め切りがないんで、いっちゃってる。皆さんこうね、そのチャンネル登録者の増え方減り方を見ていただいて、減ってったらもうずーっとあのもう締め切らないんでね、いや逆にその答える動画が上がること、ずーっともう質問だけねしていただければと思うんですけどまあその90万になった時に締め切りまして、はい、まあそっから編集などあるので、まあその数日後にアップしたいと思います、うん、まあできたらね夏休み中にその動画が上げられるぐらい90万人になるスピードがね、そうですね、ちょうどよくなってくれたらいいかななんていうのが希望なんです。だから夏の終わりの最採点じゃないけど、どうします、本当に1分後に90万人いったら行くわけねえだろ。行かない。だからこのタイミングで上げてんだよ。そういうことなんですけど、質問の内容などはもう何でも OK です。好きな食べ物なんですかとか、好きな山なんですか、髪の毛何本生えてるんですかとか、そういうのもいいし、何々してくださいとかでもいいわけでしょ。あとうちら2人が基本的には答えるんですけど、他のメンバーに対しても質問でも OK です。あのうちら代わりに答えるし、分かってる範囲ですけどね、うん、あとは一人の方がね何個質問してくださってもね、そうです、別に全然構いませんので。そうです。まあ一応ねアイドルやらせてもらってるので、はいね、全国ツアーでも言いましたけれども、はい、あのいろいろ NG 事項もありますので、こちらそちらの時は気を使ってちょっとね、はい、そうです、じゃあ、はい、ご配慮ください、はい、そうね、こちらで厳選して答えますんで、あと100個うちは2人で答えるって言ってるけど、うん、はい、100個質問が来ない場合もあるかもしれません。そうですね、そしたら勝手にこっちは捏造して、するような質問を勝手に作ります。いやでもだってほら、はい、コメント欄見ればさ、はい、でも自分が多分コメントするってことですよ。あ、アカウント作って、もちろん絶対100は行くわけだ。はい、そうです。なるほどね。サスケさんかっこいいですねっていう質問を。あ、じゃあそれ系の質問が来たら、はい、サスケが自分でやってるって思いますわ、はい、そうです。なんていう冗談もね言いながらね、100くればいいね。たくさんのね質問が来ていただいたらちょっと嬉しいです。はい。で、なんでねちょっと久々にこれやるかっていうのがね、はい、今まあちょっと理由を言ったんですけど、はい、もうさ100万人っていうのがちょっとなんとなくさもうぼんやり見えてくるぐらいの位置に来ちゃってるのよ、これ、まあ、考えられない。始めた時の俺らの感じがすると、俺らが始めた頃100万人ってね、ほんと数えるぐらいの方ね、ほんとね、100万人に、ね、なったらさ質問コーナーやりますってなっちゃうと日々を過ぎるし、ちょっと待たせすぎてる感じもある。うんうん。なのでちょっとこの90万人の時にね、あえてのね、そうちょっとやりたいなと思ってて、
80万人の時は記念でこちらの密着動画みたいなのを上げた。はい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 、はい、で70万人の時は準レギュラーの他のメンバーがどこかの都道府県にね行って、それで結局奈良県になったんだけど、はい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 、その企画をやってくれたりとか、旅行にね行ってきてくださいっていうやつね、いろいろ過去にそういう何万人時に記念でやってたわけ。なので今回はちょっと原点にね帰って、俺のことをさ、まだ100万人行く前にもっと詳しくね知ってくださった方がいいでしょ。前回の質問コーナーから、うん、たくさんの方がねそうチャンネル登録してくださって増えてるわけですから、100万人になる前にちょっとやっていきたいなっていうのはあったわけです、うん、まあ、100万人に行けたらいいけどまだ行けるか分かんないしね、うん、まあ、もちろんそうですよ。そう、まあ明日100万人になっちゃったらそれはそれでいいんですけど、明日90を超えて明日1分後に90、明日100万、いや1分後に90だったらもう質問ゼロよ。ここで言っとく、いや急いで質問してくださいってなっちゃうよ。そうですね、だからもうチャンネル登録者数のちょっとね増加をね、はい、チェックしながらになってしまう、めんどくさいなっていうのはありますけど、まあ一応でもそれがお祝いなんで、ね、というのが今回の動画のお知らせ動画でございまーす。90だよ、90万人、信じない、いまだに実感ないもん。80万人って1ヶ月もっと前、2ヶ月前ぐらいか。80万人は全国ツアーの仙台の日に行ったの確か、うん、それが6月の半ばだから約2ヶ月だね。2ヶ月で10万人あっという間だ。もうだってちょうど仙台の開演の時間ぴったりに80万人行ったの。確かにね、あれ思い出深かったよね。で舞台夜中3人で出てって、そうで、なんかすっごい盛り上がってくれて、俺調子乗ってペラ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 喋っちゃったら、あの8いきなりその夜直しがさ、あのそんなことよりもさほらあるでしょみたいな、いきなり振りしてきて、何こいつ今日何言ってんのと思って全然気づかなかったね。全然気づかなかった。だから何何、うん、いや俺が言うのもさとか言ってるから、まあ、いや本当わかんないから言っていいよとかって言って、いやほら俺が言うのもさってやっぱあいつも気使ってくる。めちゃくちゃ気使ってる。そうそう、いやいいよ言ってて本当わかんないからって言ったらさ、うん、80万人おめでとうございますって言われた瞬間に忘れてたよ。もう忘れてたよね。いや俺は忘れてないよ。俺はそのことずっと言ってるなと思ったよ。あ、そうなの。だって楽屋でさ、うん、もう直前まで3人でこう携帯見てね、うん、おなるなるなるみたいなこと言っててさ、うん、盛り上がりすぎちゃってテンション上がっちゃって、うん、忘れちゃったの。お客さんありがたかったよね。まあまあまあ、そうそう、お客さんの方からもね、すごい、そうそう、おはようございます、すごい寸前まで見てくださったってことですね。ね、はい、でも2ヶ月で10万人ってことは、うん、またこの8月半ばでしょ、今、うんうん、で9月半ば、10月半ば、うん、ここに見えてきてる。無理です。何無理ですって。無理ですよ。100万人の壁なんてもう熱い熱い。だって数えるほどしかいないよ、言ったら100万人なんかね。そうだよ、100クリエイターいないよね。いないと思うよ、だってウーブイで数えたって少ないんだから。なんですかね。いや、いけないと思うぞ、私は。そう簡単には。いや、いけねえの。今年の目標109万人よ。すごい遠く感じるでもいや、でももう19万人ですか。そうです、あと。そう、いや、あとっていや、相当大変だよ、109ってもう。まあ目標ですからね。まあね、目標は大きく、はい、分かってる。90万人の数の多さ、90人じゃないんだよ90万人だよ。いや全国ツアーした時だってこんなに遠くの方を見てくださってるんだっていう実感湧いたでしょ。いやそりゃ90万ってこういうことなのかなって思ったよね。いや思ったね。全国ツアーあれだけの人が来てくれるってことはね。本当ですよ。質問コーナーもさ適当な回答できませんもう俺本気で答えさせてもらいます、はい、ちょっとふざけたらすいませんっていうのを1個ね載せとかないといけないと思うんですけども。手ふざけるんかい時間ないね。だから夏休みたくさんの方が見ていただいて、夏休みもう終盤にね近かってますけど、あと残り2週間ないぐらいでしょ。最後の週も学校があるさ学生さんもすごい最近いるわけじゃん。なんか始まっちゃうらしいね。今週で終わりみたいな子いるから、だからまだまだ夏休みあるって考えた場合ね、はい、まだたくさん見ていただきたいんで。もちろんそうです、はい、この動画まだ見ていただかないことにはコメントができませんので、ね、ぜひ見てください。はい、はい、よろしくお願いいたします。というわけでこちらの動画のコメント欄に質問を記入お願い申し上げます。そしてですね本日19時には通常動画が上がりますのでぜひお楽しみに。おお、そちらの方もぜひ見ていただきたいですね。はい、はい、本日の19時の動画ヒント。おお、ヒント。せっかくだって見てね、この動画を見てくださった方に。なるほど、ね、予告というか。あ、予告というかヒントをね。ヒントって何。あ、全部言っちゃうとあれだからさ。ヒント3つ。3つも夏。おはい、まあまあ夏ね。うん、はいはい。CM。CM？
過酷この3本でお送りしたいと思います。3本謝罪さんみたいな、3本ヒントでぜひね、あの今日の夜もお楽しみくださいませ、うん、そして23時にはまたサブちゃんも上がりますので、はい、プリッツも、はい、プリッツもよろしくお願いします、はい、プリッツも15万人いったってことね、この前もうありがたいですよ、本当にありがとうございます。ね、地道にやっておりますのでね、ぜひよかったらあのいつも動画の裏側とかね見られるんで、ぜひこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。ご応募お待ち申し上げます。はい、それではこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それではさようなら、待ってます。質問ちょうだい。ああ、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 ああ